え、ハズキの CD ラジカセ壊れたと？うん、新しいの買う余裕はないし、どうしようかな。そげな、修理に出さん。ああ、いや、高いもんね、修理。うん、誰か直せる人おらんかいな。直せる人？誰か誰か、誰か、麻生さん、もしかして美術部内で考えてる？田辺先輩と氷室先輩は？麻生さんは本当にあの二人が直せると思ってるの？いや、でもわからんよ。直すかもしれんや、あの二人なら。そりゃもう修理人のごとく。そうね、そう言われてみればそんな気がしないでもないような。CD ラジカセ直せますよ、任せてください。どうしよう、直せるって頼んでおいてどうしようはなかろう。先輩たちならきっとやってくれるに違いない。それは想像もつかない離れ技で。お邪魔します。では早速ですが、例の CD ラジカセはどこに？こっちです。あ、これは突然の来訪にもかかわらず片付いてる。これなんですけど、ちょっといいですか？どれ？スイッチオン、ラジオオン、CD 再生。全く反応なし。こりゃ壊れてますね。コンセント抜けてるんですけど。あ、これってあれ？コンセント部門のやつ？はい、そうです。部門ってないよ。葉月もそうですじゃなかろうもん。そこのコンセント使ってください。届かない。ごめんね、りょうちゃん、私延長コード持ってないの。先輩、ラジカセそっちに運びますから。なるほど、これは。何か分かりましたか？壊れてますな。それで？つまり今のままでは CD も聞けない、テープも聞けない、ましてやラジオも聞けない。そんな状態でこれを CD ラジカセと呼んでも良いのだろうか。いや違う、これではただの、なんかこう楕円形のものよ。そんなわけでこれは私たちがちゃんと直してみせます。よろしくお願いします。ああ、やっと本題に戻ったばい。じゃあ私お茶でも入れてきますね。私も行く。はい、こっちは任せてください。やっぱりダメかな。まあ仕方ないかな。そんな必要に迫られてるわけでもないし。へえ、綺麗にしとっちゃね。観葉植物なんか飾ったりして。あ、それニラ。え、食べ終えたら根っこを植えておくとまた生えるの。あ、そっちはカイワレ。へえ、そうや、空はどげんしとうかね。そうね、今頃はやっぱりお茶タイムかも。先輩、お茶どうぞ。かたじけない。で、何か分かりましたか？はい、この CD ラジカセにはちりめんじゃこの霊が取り付いています。ちりめんじゃこ？
おととい、あなたはちりめんじゃこを食べましたね。いいえ。あなたは食べなかった。じゃあまあいいや、この話は。いいんですか。とにかくこの場合、除霊すれば CD ラジカセは治るのです。除霊？そうです、除霊です。では聞きます。除霊してもいいですか、イエスかはいでお答えください。どっちにしろするんですね。では参ります。どこからあんなものを。悪霊退散。思ったより地味。さ、これで治ったはずですよ。お確かめあれ。ああ。では、さらば。ちょっと。何やったんやろ。さあ。はずき、これなんか治ったばい。え？本当だ、動いてる。なんで？リョウとフーのショートコント、デジカメ。ねえねえ、デジカメって何の略？デジタルカメ。ねえ、ハズキ、このテープ何？知らない。